ダンスレッスンへようこそ。ここではいい感じのダンスを踊ることをテーマに沿って紹介しちゃうよ。今回のテーマはこちら。ダウンと同じくらいよく出てくる基本の動き、サイドステップだよ。フレーズや私たちを真似してステップを踏んでみてね。それでは行ってみよう。まず普通のサイドステップをやってみるよ。左、後ろ、後ろ、倍の速さでやってみよう。後ろ、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 次は出していた足を上に上げてみよう。上げる、上げる、上げる、倍の速さでやってみよう。上げる、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 上げる。最後は腕の動きをつけてみよう。パンチ、パンチ、パンチ、倍の速さでやってみよう。左、右、左、右、左、右、左、右。よくできました。じゃあここからはおさらいだよ。これまでの動きが連続で出てくるからかっこよく踊ってみよう。まずは普通のサイドステップから。次は足を後ろに出すよ。後ろ、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 後ろ。今度は足を上げるよ。上げる、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 上げる。最後は腕を上げて。左、右、左、右、左、右。イエーイ。